高橋健介のセンスを上げろーコーディネート対決よっしゃー、言いますこの企画に。いるだろう。確かにダサい日もあったけど、今日とかも結構な、もうおしゃれで来ちゃってる。靴下見せて、靴下。いやなぁ、え、ちょっと待って、あぁボンボーチーキースーパーロンとトレちゃんにこれだっていう一着をね、持ってきてもらったんで、それを僕が着て、うん、あのもうすぐに、うん、あの SNS にアップして勝敗つけること。そうそうそう、立ち方から、立ち方から、立ち方から、最初はグー、じゃんけん、はい、おし、お願いします。じゃあちょっとトレちゃん、じゃあ一人で繋いどいて。やだ、トレちゃんのコーデ。え、どうせカットでしょって。どうやって全部脱げ。そのヒートテックも脱いだもん。脱げ、全部脱げ。全部脱げ。え、じゃあ映すな、俺の着替え姿。いやいや、見たくねえわ。ちょっと痩せましたね。え、どうしたの、血足りてなかった時あった。もう、お前の血足りてねえわ、知らねえ。映すなよ、おい。これだけはマジでカットやないか。いやいや、ちょっとなんかスタッフで貼ってほしい。これだけは。切れるか、ちゃんと。あ、いいです。ちゃんとしてきたいよ、ほんまに。優しい。そういうとこあるね。そういうとこあるね、じゃないよ。で、ちゃんと出して。うわー、新しい高橋。絶対着ないやろ。あ、それもつけちゃう。あ、最近買ってたやつだ。そう。あ、これもかっこいいよ。はい。脱ぎました。どうぞ。どうぞ。これ、収めきれないですよね。収めきれないな。どうしたらいいの。どうしたらいい。どいてもらっていいか。やっぱ真ん中は譲らねえみたいだよ。くっそって出たな。ほら、どうよ。どうも、ジョニー・デップです。デップ。これのポイントは、確かにポイントを切った。高橋健介が絶対に着ないであろうファッション。はいはいはい。マフラーとかマイカとかある。いや、マフラーあるけど、これはマフラー、絨毯ちではないんですよ。やめろ。絨毯をお前巻くか。膝空いてるのとか見たことないもん。膝ちょっと乾燥嫌だ。ちょっとロックテイストな。ロックテイストな。これでライダースでガチッと決めていただいて。あ、でも多分なんかちょっと服で変わるわ、気持ちが。なんか顔変わった。なんかもう。どうだけど着てみて。いや、これ高いやつやで、絶対。今のさ、今もう一回髪の毛どうした今。お前、何のドラマ見た。昭和髪こないする。いや、もうこれちょっと、かっちゃうよね。もうかっちゃうよね。いや、ちょっと、だってもう、かかってる費用が違うもん。まず、もうお前、金の話ばっか。次、ゆうたろうのターン。はい、ゆうたろうのターン。もう早く脱いで。いや、でもな、僕な、ちょっとかぶっちゃったんだよね。かぶっちゃう、かぶった。バンティーとかと思うイメージ。そう、バンティーって、バンティー T シャツ。皆さん、聞きました。バンティー知らんねんで。バンビーの T シャツって言いません？何バンビー？何やバンビーの。イタリアで流行ってるような。静電気いったもん。何だマジか。渋い顔。あ、いやこれね、ここまだシンプルイズベスト。いやでもゆうたろうそんなパンツ持ってたよね。そう。逆に僕っぽくなる。まあ絶対っぽくない。はい、どうぞ。はい、入って。はい。やってください。あ、なんかでも新しい。新しいな。どうも。シュッとしてるな。超新宿です。もう可愛い靴やな。なんかでも、ケンスケくんって、オールブラックってあんま見たことない。見たことない。なんで、もうオールブラックで締める。うん。レザーかぶっちゃったんですけど、まあ、僕はちょっとヴィンテージのレザー、ね、ちょっと柔らかい。確かに、この、俺がすごいなと思ったら、この、同じこれを使っても、全然色は違うなっていう。なんでちょっと上からだ。お前は今日は低姿勢でいけっつったよ。感謝してください、はい、いやいや知ってるよ。でもすごいなって、うん、なんかだから本当にこれで、うん、あのバイクの免許取りたいなと思ったから、本気で本気でこれ。え、じゃあ行けよ。いやマジで言ったぞ。あ、じゃあ番組の企画でしようか。お前何を仕事にせお前お金お金払ってもらおうとしてるやろ。さあ、ゆうたろうととりちゃん、どっちが勝利するでしょうか。結果は後ほど。おい、さてと、おコーデバトルの結果が出たようです。はい、まず A がとりちゃん、はい、これです。 B がゆうたろう。結果はどうなったんでしょうか。ドン。イエーイ。イエーイ。ちなみに今 A で負けたのはとりちゃん自身が決めますけど。あ、もうこれパンと違うけど、あ、やっぱ似合う人しか似合わんかった、ごめんな。ちょっとまだケンスケには早かったわ。投票してくださった皆さんのコメントが、お、あ、マジで。個人的にタートルネックが好きなので、うん、B に投票しました。ありがとうございます。高橋くんのスタイルの良さを存分に生かしたコーディネートだと思います。めっちゃかっこいいです。 A は
高橋くんの私服と同じくらいダサい、色が喧嘩してるです。もう一回読みますか。あれあれあれ、俺この人のこと追跡するわ。ちなみにネームはドングリオさん。ドングリオさん、ドングリオさん、ドングリオを追跡する俺は。優勝者の方にプレゼント。はい、何何何何、うわぁ、もうなんか嫌な予感しかないわ。きっつー。はい、ということで、ゆうたろうには僕のカレンダーをプレゼントです。プレゼント欲しかったわ。サイン書いてくれましたよ。え、何メルカリに出そうとか。なんでバレたの。さて、次回の僕たちの遊びはモンキーと言ったらモンキー、モンキーと言ったら茶色い、茶色いと言ったらそのさ、どうなん。チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。今日はララハマさんからのリクエストで遊び場らしくけん玉を使ってお別れしたいと思います。せーの、だはい、おい、せこいぞそれ、むずな、はい、はい。